ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、あまりに悲しいエピソードを持った4人の花魁の生涯について解説するぞ。その4人とは、小紫太夫、薄雲太夫、夕霧太夫、吉野太夫だぜ。今日は花魁ね、私花魁のお話好きなのよ。ところで今更だけど、太夫って何？最高位の花魁に与えられる称号だと思ってくれ。じゃあこの動画に登場する女性は、4人ともベストオブ花魁だったってことね。そういうことだな。この地位まで上り詰めると、大名から庶民まで世の男性たちの憧れの的なんだぜ。彼女たちがどんな人生を送ったのか気になってきたわ。早速教えてちょうだい。それじゃ早速、ゆっくりしていってね。時は江戸時代、吉原遊郭で絶世の美女と歌われた花魁がいた。それが小紫太夫だ。彼女は和歌が得意だったことから、歌人の紫式部から名前を取って、小紫と名乗るようになったと言われているぞ。花魁って和歌も読めるのね。ああ、花魁になるには教養も求められるんだ。だからみんな、幼い頃から和歌だけでなく古典や書道、三味線、囲碁に舞踊など、芸事に関することは厳しく叩き込まれるんだ。うへぇ、大変そう。聞くだけで嫌になっちゃうわ。なんでも三日坊主の霊夢には無理だろうな。でさねえ。小紫太夫が吉原で活躍していた時期、江戸に鳥取藩士の平井権八という男がいた。なんで江戸に鳥取藩士が？変ねえ。実は、彼は鳥取藩から逃げて江戸に来ていたんだ。あら、何かよからぬことをしたの？ああ。彼は地元で自分の父親が同僚に馬鹿にされた時に、怒りのあまりその同僚を殺してしまったんだ。それで地元にいられなくなったわけか。そうそう。この時木の幹のままで逃げたので、それからずっと強盗を繰り返してなんとか生き延びていたんだ。なかなかにハードな人生を送ってるわね、ゴンパチ。そんなゴンパチも江戸の滞在が長くなるにつれ、次第に吉原に通うようになる。こいつ、強盗した金で吉原に通ってやがる。とはいえゴンパチには金がないので、相手にできたのは位の低い女郎だけだったんだ。そりゃそうなるわよね。そんな中、ある日、彼は吉原を華やかに練り歩く小紫太夫を見て一目惚れ、なんとかして彼女に会えないものかと考えたんだ。そこで彼が取った行動がなんと、辻斬りだった。辻斬りってあれでしょ？武士が街中でばったり会った町民をバッサリ切り殺すやつでしょ？その通り、辻斬りは江戸幕府が開かれる直前の1602年に禁止され、罪を犯した者は死罪と規定されていたんだが、江戸時代初期は辻斬りが横行していたんだ。武士の奴ら、戦国時代の癖が抜けてなかったのかしらね。そんなわけで、ゴンパチも小紫太夫に会いたいがために辻斬りに励むこととなる。そんなわけで、出流していい話じゃないってば。せっせと辻斬りに励んだおかげで、ついに小紫太夫と会うという目的が叶ったゴンパチは、ここからますます彼女にのめり込むことに。のめり込むって言うけどさ、そのお金は、もちろん辻斬りで稼いだぞ。彼が小紫太夫に会うために殺した人数は、なんと130人にも上ると言われている。いや殺しすぎよ。辻斬りで荒稼ぎしたおかげか、ゴンパチは小紫太夫と何度も逢瀬を重ねた。二人の関係は、来世を誓い深く愛し合う仲にまで発展したぞ。やったわね、とはさすがにならないって。代償が大きすぎるって。ただ、ここまで大暴れしてしまうと、顔も次第に割れ始め、ゴンパチはお尋ね者になってしまう。でしょうね。もう逃げられないと覚悟を決めたゴンパチは、実施する前に一目だけでもと、小紫太夫に会いに行き、そこで初めて自分のしてきたことを白状するんだ。さすがに生きてなかったのか。小紫太夫もびっくりしたでしょうね。自分との仰せの裏に130人もの屍が転がっていたわけだから。自首をしたゴンパチは、その後鈴ヶ森刑場で処刑され、死体は3日間晒されたそうだ。なお、彼の処刑後、とある僧侶がたまたまゴンパチの知り合いだったらしく、密かに遺体を回収して東照寺に墓を建て、丁重に葬ったと言われているぞ。生前に江戸で知り合ったのかしらね。ゴンパチもさすがに僧侶までは辻斬らなかったか。一方、思い人を亡くして打ちひしがれる小紫太夫のもとに、条件のいい身請け話が持ち上がる。身請け話ってあれよね。とんでもないお金を払ってもらって、遊女が自由になれるっていうやつ。その通りだぜ。身請けとは、客が店に莫大なお金を払って遊女を引き取り、商売から身を引かせることだ。吉原で働く遊女たちにとって身請けはまさに夢だった。自由な生活が手に入るわけだからな。じゃあ小紫太夫としても、待ちに待った瞬間だったってわけね。ところが彼女の場合はそうではなかったんだ。
ゴンパチと一緒になるという夢を果たせなかった彼女は、なんと身請けの予定日にゴンパチの墓前に赴いた。そしてなんと鋭い小刀で喉笛をかき切り、その場で果ててしまった。それほどまでにゴンパチのことを深く愛していたのね。そうかもしれないな。この小紫太夫とゴンパチの秘伝は歌舞伎や狂言、浄瑠璃の世界でゴンパチ小紫者と呼ばれ、人気を博すこととなるぞ。この二人の恋愛談ってそんなに有名だったんだ。知らなかったわ。それにしても切ない話よね。違う形で二人が出会っていれば、こんなことにならなかったのかもしれないのに。だがそうなっていたら、仰せの中になっていなかったかもしれないぞ。確かにね。ますます切ない秘伝の物語ね。続いて紹介する薄雲太夫も、江戸時代の花魁だ。彼女が活躍したのは元禄時代と言われているぞ。彼女にもまた秘伝話があるのかしら。いや、薄雲太夫の物語に登場するのは男ではなく、猫だ。猫？彼女には玉という猫がいて、まるで自分の娘のように可愛がっていたんだ。猫は可愛いからねー。娘のように可愛がるのも当然よ。というか髪の串も猫なの？よく気づいたなー。串だけじゃなくて着物も猫だらけだぜ。その出来合いぶりは凄まじく、玉の首元には高級な聖面の首輪に純金の鈴が下がっていた。純金の鈴。薄雲太夫は猫に小判っていうことわざ知らなかったのかしら。食事の時もいつも一緒で、自分が揚げ屋に行く時は、カムロに玉を抱かせて、しまいには花魁道中の列にも加える始末。薄雲太夫にとって玉は恋人以上の存在みたいね。だが、彼女があまりにも玉のことを可愛がりすぎるので、変な噂が遊郭内に流れ始めるようになるぞ。どんな噂？それは、薄雲太夫は化け猫に取り憑かれてしまったんじゃないか。こんな噂だった。猫を可愛がるだけでこんなこと言われちゃうなんて。薄雲太夫を抱えていた三浦屋の主人は、玉のことを本当に化け猫と思い込み、薄雲太夫に玉を捨てるよう何度も詰め寄るものの、彼女は聞く耳を持たなかったようだな。玉が化け猫じゃないことは薄雲太夫が一番よく知ってるもの。だがそんなある日、悲劇が訪れる。薄雲太夫が川屋に入ろうとした時、玉が後をついてきちゃったんだ。それでさすがの薄雲太夫も玉を追い返そうとした。トイレまで猫を連れて行く人はいないものね。だが、それでも玉は着物の裾にまとわりついて、彼女のそばを離れようとしなかったんだ。よほど懐いていたのね。薄雲太夫が玉のことを大切にしていたことが伝わってくるわ。この時の玉を見た主人は、いよいよ玉が化け猫の本性を表したと思い込み、なんとその首をはねてしまう。玉勢いよく宙に投げ出された玉の首。その首が向かった先は、なんと物陰から薄雲太夫を狙っていた大蛇だった。そして大蛇の喉元に食いついて噛み殺した。玉は死してなお、飼い主のことを守り抜いたんだ。なんだか急に少しファンタジー感が出てきたけど、玉の飼い主を思う気持ちがそれほど強かったってことよね。ああ、愛病の突然の死を悲しんだ薄雲太夫。彼女は一尺ほどの大きさの猫塚を立てて供養したぞ。だが、悲しみは止まることがなかったそうだぜ。そりゃそうよねー。彼女のあまりの落胆ぶりを心配した商人の一人が、長崎から取り寄せた香木で木彫りの猫を作ることにしたんだ。木彫りの猫が玉の代わりになるかしら。その木彫りの猫をもらった薄雲太夫は大層喜んだらしく、とても大切にしたというぜ。玉の代わりになった、よかったわね。そしてこの木彫りの猫が、招き猫の原型になったと言われているんだ。へえ、まさか今回の物語が招き猫の起源に繋がっていたなんて。なんで招き猫が手を招いているのかというと、商人が木彫りの猫を作るときに参考にしたのが、狐が顔を洗うたびに左手で耳を触ればお客が来る、という中国の古事からだったそうだぜ。面白い古事ね。薄雲太夫にプレゼントされた招き猫は木彫りだったが、その後、今戸焼きという焼き物で招き猫を作ったら、それが世間で大流行して、商売繁盛の縁起物として定着したそうだ。まさか薄雲太夫の物語が招き猫に繋がるとは思わなかったわ。ちなみに薄雲太夫はその後、幸せに暮らしたのかしら？それについては調べた限り資料がなくてな、最後は誰も知る由もないというところなんだ。そうなのね。たまに守られた薄雲太夫がその後幸せに暮らせていればいいわね。江戸時代の寛永期、名高い花魁が3人いたんだ。それが夕霧太夫、吉野太夫、高尾太夫の3人。これを寛永三名義というぞ。夕霧太夫は寛永三名義の一人なのね。彼女はもともと本名をテルといい、京都の佐賀中院で生まれた。
親は代々佐賀大覚寺出入りの宮大工をしていたんだが、食い口に困ったのか。彼女が幼少の頃に京都の遊郭、島原に身売り奉公に出されてしまう。当時はそうやって遊郭に売られる子供って多かったんでしょうね。扇屋という置屋に所属することとなった彼女は、次第に頭角を現し、いつしか夕霧太夫と呼ばれるようになる。その人気ぶりは凄まじく、伊原西鶴が書いた公職一大男にも登場するほどだったんだぜ。その本で、夕霧太夫はどんな書かれ方をしてたの？公職一大男にはこう書かれてある。ほっそりとして、姿形はしとやかで肉付きもほどよく、眼差しも抜かりがない。声もよく肌は雪のように白く、床上手で、気大の色好みで客を恍惚とさせるところがあり。酒もいけるし、歌も上手でこと、三味線は言わずもがな。一座の裁きに卒がなく、文章は上品で長文の書き手。物をねだらず、人には惜しみもなく物をやり、情が深くて恋の駆け引きの名人。これは誰のことだというと、五人が一度に日本広しといえども、夕霧を置いて他にないと口を揃えて褒め立てた。今の時代の我々から見れば、コンプラ的にアウトな表現がいろいろあるけど、当時としては最大級の賛辞って感じだったのかしらね。夕霧が太夫として名を馳せてから、扇屋は大阪新町の花町に移転することになるんだが、その時には京都で名高い夕霧が大阪に下るという噂が大阪を席巻したようだな。まるで芸能人みたいな扱いだわ。そして夕霧太夫を一目見たいと淀川沿いに大勢の人々が集まり、船の到着を待ったと言われているんだ。その熱狂ぶりは凄まじく、行寿楼の下るという歌まで流行ったそうだぜ。移動するだけで歌になるとは。だが、扇屋が大阪に移ってからわずか6年で、夕霧は病に伏せてしまう。あら大変。高層の祈祷や名医の治療も甲斐なく、彼女はそのまま27歳でその短い生涯を終えるんだ。短命。夕霧太夫がすごいのはここからで、短命だったがゆえにその伝説はより一層強固なものとなり、浄瑠璃や歌舞伎の題材となっていくぞ。そうやって夕霧太夫の人気ぶりを後世まで伝えていくのね。道頓堀の歌舞伎芝居、荒木四次兵座では、夕霧太夫が亡くなった翌月には、夕霧名残の正月という追善興行を打った。もはや最初から用意してたんかと言いたくなるレベルの早業。これが大ヒットしたことで、続編が一周期、三回期、七回期、十三回期、十七回期と続くこととなるんだ。ロングランヒットじゃないの。このように夕霧太夫を題材とする芝居の上演が度重なることで、夕霧太夫は無類の美人で情け深く、諸芸に秀でた理想的な花魁として美化されていったんだぜ。美人薄命だったことで、伝説がどんどん加速していったのね。人形浄瑠璃の作者として有名な、あの近松門左衛門も夕霧35年期と称して、夕霧泡のなると、という作品を世に出しているぞ。35年期ともなると、夕霧太夫の伝説にもおひれがつきまくってたんじゃないかって思っちゃうけど、それだけ続くってことは、それだけみんなに愛されていたってことよね。それだけ人気だったってことは間違いないだろうな。夕霧太夫は、天からこの芝居や伝説をどう見ていたのかしらね。最後に紹介する花魁が寛永三名義の二人目、吉野太夫だ。彼女に関しては詳細な資料があるので、先の3名よりも詳しく解説していくぞ。あれ、そういえば寛永3名義の残りの一人は？高尾太夫は以前うちのチャンネルで解説した、残酷な最後を迎えた遊女の動画で登場しているぞ。ぜひそっちも見てくれよな。なるほどね、後で見てみるわ。吉野太夫の話を進めるぞ。彼女は1606年3月3日、京都の方向寺近くで生まれたと言われている。本名は松田徳子。この人に関しては本名も明らかになってるのね。彼女は7歳の時に六条三筋町の林屋で、林屋という名でカムロとして抱えられると、遊女の身の回りの世話を始める。そして7年後、14歳で太夫に昇進し、2代目吉野太夫となったんだ。中二で太夫？随分若いのね。彼女に吉野の名が与えられたのは、彼女が桜を見て、ここにさえ、さぞな吉野は花盛り、と一句読んだからだと言われているぞ。さすが太夫、俳句も読めちゃう。吉野太夫が得意だったのは俳句だけじゃないぞ。他にも和歌、連歌が読めて、琴、琵琶、笙の演奏がうまく、書道、茶道、香道、華道に精通していて、さらに囲碁やすごろく、貝合わせなどの芸も達人の域だったと言われているんだ。いや、人生何周したらそんなに極められるのよ。まさに才色兼備。才色兼備すぎるでしょ。おかげで馴染み客には、名だたる大名や公家のみならず、御用勢天皇の王子もいた。さらにその名声は海を渡り民国まで届き、皇帝からラブレターが届いたとまで言われているぞ。すごすぎて、ちょっとわけわかんない領域まで来てるわね。
ちなみに五葉聖天皇の王子を近衛信弘と言うんだが、この男と京都の豪商、廃屋城益が、吉野太夫の身請けをめぐって激しく争ったんだぜ。天皇の王子と争えるなんて、廃屋城益って人すごいわね。でも廃屋って名字珍しくない？私、今までこんな名字、見たことも聞いたこともないわよ。当時、着物の染料には灰が使われていて、着物を染める仕事を紺灰料と言ったんだ。この紺灰料で巨万の富を築いたから、彼は廃屋という屋号を取ったんだな。廃屋は名字じゃなくて屋号だったのね。ああ、本名は佐野重隆という、彼は当主として紺灰料に精を出した。と思いきや、商売よりも茶の湯や和歌、徘徊、蹴鞠などの諸芸に夢中な人物だった。いわゆる文化人ってやつね。商人としても大成功していてすごいわ。また、彼の随筆、逃げ恥草が、近世初期の随筆文学として評価されているだけでなく、彼自身が伊原西鶴の書いた、好色一大男のモデルにもなっているぞ。私も文学作品の主人公のモデルになってみたいわ。そんな風流男の廃屋昭益は、女遊びも大好きで、お金もたんまりあったことから、遊郭によくよく出入りしていたんだ。そこで吉野太夫に出会い、大恋愛をすることとなる。ちなみにこの時、昭益はすでに妻と死別していて、吉野太夫は昭益の4歳年上だったそうだ。奥さんと死別してたなら、彼を止める人はいなかったでしょうね。吉野太夫と恋仲となった昭益は、先ほども言った通り近衛信弘との身請け合戦に見事勝利、彼女を正妻として迎えることに。これで大団円。だが、これに養父が猛反対し、なんと昭益に感動を言い渡してしまうんだ。友情嫁にするとは何事か、的なこと？そうそうそれだ。だがこの話には続きがある。昭益に感動を言い渡した後、養父がたまたま町で親切にされたことがあったんだけど、その相手がなんと吉野太夫だった。なんという偶然、もしかして養父に好印象を与えるための作戦だったりして、偶然か恋かはわからないが、この出来事を経て感動は取り消され、吉野太夫は無事、昭益の妻として認められることになったんだぜ。すごいわね。人にした親切はどこで返ってくるかわからないものね。まさに情けは人のためならずだわ。めでたしめでたしね。その後、二人の幸せな結婚生活が10年ほど続き、吉野太夫は昭益を残して病死してしまう。享年38歳。今の私の感覚だと若いって思っちゃうけど、江戸時代の人々の寿命ってどのぐらいだったの？江戸時代には戸籍制度がないから、科学的に平均寿命を割り出すことは難しいが、だいたい30から40歳ぐらいだったんじゃないかと言われているぞ。ってことは、吉野太夫は平均寿命で死んだってことね。そうだな。病死とはいえ、寿命を全うしたと言えるかもしれないな。最愛の妻に先立たれちゃった昭益はどうしたの？彼は吉野太夫を偲んでこんな歌を詠んだ。都おば、花なき里になしに蹴り、吉野和紙での山に移して、それから彼女の遺灰をすべて骨壺に収めると、その遺灰を毎日少しずつ酒に混ぜて飲んでいったそうな。これが粋なのかどうかはよくわからないけど、吉野太夫への愛情の深さは伝わってくるわ。そして吉野太夫を忍びながら杯を煽っているうち、骨壺の中は空っぽになったんだぜ。純米ならぬ純愛、ここに極まれりね。それはうまい。のか？さて、今回は、小紫太夫、薄雲太夫、夕霧太夫、吉野太夫という4人の花魁の生涯について解説したぜ。どうだった？連続殺人鬼と恋仲になった小紫太夫も印象深いけど、やっぱ猫が一番印象に残ってるかしら。猫の玉か。確かに、人と動物の物語は今も昔も心揺さぶられるものがあるよな。花魁はみんなそうだったのかもしれないけど、人気者になるとほんと大変よね。共感しちゃうわ。玉の話で少しファンタジーがあったからって、現実逃避は良くないぞ。ひどい。さて、今回の動画はここまでだ。最後まで見てくれてありがとう。今回の、あまりに儚い最後を迎えた4人の花魁の話はいかがでしたか？感想などあればコメントをお願いします。そして動画に興味を持ってもらえたら、高評価とチャンネル登録もよろしくな。